いくこさん、こんにちは。いつも可愛いですね。いくこさんって本当アイドルですよね。お年をね、言うと私と同じぐらいだと思うんですけども、全然そんなこと感じさせない、そんなね、可愛らしさがあります。喋り方もそうなんですけどもね、そのちょっと笑顔をね、たたえた表情がとっても私たちのね、昭和40年代生まれの男の子の心をくすぐりますよ。いやー、とってもいいですね。で、いくこさんね、今回とってもユニークなテーマで返信してくれたじゃないですか。いや、その辺になるとね、私もね、ちょっとね、心がうずくと言いますか、私はね、別名八尾純一ですからね。 UFO ディレクター八尾純一さんの偽物でございます。で、宇宙人とね、それから UFO の秘密をずっと研究し続けてもう40年になるわけですね。私が最初に UFO を見たのは10歳の時だったんですけどね。野球の練習の帰りに、その坂道でね、たった一人で見ました。で、見た瞬間凍りついたようにそこにね、目を奪われて、美しい光だな、怖いな、でもこれずっと見ていたいなって感じになりましたね。で、 UFO が消えた後にガーッと走っていってね、すぐに母親のところに行って、今 UFO 見たんだよっていうふうに言いました。で、そして不思議な現象がありました。それから十数年後なんですけども、私が高校生ぐらいの時だったかな、十数年後じゃないですね、10年未満ですね、これは、すいません、数年後なんですけども、私が高校生ぐらいの時に、その時、民謡とか三味線のね、稽古に出向いていった私の母がですね、家に帰ってきて、血相を変えて帰ってきて、今 UFO 見たよ、 UFO 見たよって言うんですよ。で、お稽古のために歩いていて車に乗ろうとしたら、そこに薄暗い空にいたんだって言うんですよ。で、 UFO を一人で見てね、うわー、本当に UFO っているんだ、すごいって、あ、これが鉄郎が見た UFO の同じかもしれないって言って、すぐに帰ってきて私に話してくれたんですよ。で、私もね、ね、出たでしょ、すごいでしょ、もうね、あれから4回も UFO 見たんだよって形で盛り上がりました。そして不思議な話はここからです。またね、十数年後なんですけども、私の母と昔話をするケースがありました。私がその時は30代になってました。だから今と同じような、似たような年齢の時ですよね。その時にね、お母さんさ、昔 UFO 見てたよねって、あれってあれから見るようになったって聞いたんですよ。そしたらね、え、 UFO そんな見たことないよ、見たいとも思っていたんだけども、いや、残念ながら見たことないねっていう話になってたんですよ。いや、あれほどね、衝撃的な体験をして、私にいち早く知らせようと思って一生懸命帰ってきたその母がね、あれ、十数年経ったら UFO 見たことがないっていうふうに記憶が塗り替えられてるんですよ。いや、こういうことってあるんだなと思ったのが、最近ね、麻生財務大臣のところにここで符合するわけなんですよ。麻生財務大臣、2010年のインタビューでどう答えてました？ MMT の三橋貴明さんのことが最もね、よく分かってる人だっていうふうにはっきり言われてましたよね。動画今でも残ってますよ。プラス、どんどんお金を吸って国民に配れば、もうね、借金の問題なんて日本にはないんだよと、簡単なんだよっていうふうにね、まるでバカにしたかのようにね、それこそ今日本では借金の問題がないことをよく認識されてました。でも今どうでしょうか。西田昌司さんが委員会で麻生財務大臣の方にね、黒田総裁のところに公の場で、もうこういうふうな話でしょ、お金の財政の問題なんてないでしょ、結局お金っていうのは国民からお金集めて、その国民を分配して国民に配り返すってことでは間に合わないから、国がお金を吸って国民に渡してるんでしょというふうにはっきりと言われてましたけども、そこにはね、麻生財務大臣、今となってはもうね、ぼんやりとしか答えられないんですよ。で、昨日もそうですけども、似たようなことがあってね、とんちんかんちんぷんかんぷんな答弁しかしないんですよ。もう本当にこの人はどうしちゃったんだろうかってことですよね。まあ、そこで出てくるのが私なりの陰謀論なんですよ。麻生財務大臣、実はね、中川翔一さんという昔金融担当されていた大臣とね、もう本当に仲良しだったんですよ。おそらく西田昌司さんともそうでしょう。で、安倍総理ともね、当時、安倍議員とも仲良しだったと思います。この4人っていうのは絶対に日本を変えてやろうと思って、血気盛んな、そういったね、まあ若者と言いますかね、そういう時代もあったわけなんですよ。で、その熱意に駆られて票が集まって、麻生さん、中川さんに期待するということで、そういう方がね、要職に就いたわけなんですけども、残念ながらこれ
都市伝説でしょ。中川翔一さんっていうのは酩酊会見というね名前で言われるように、公の場でね、まあインタビューをする際に実はね酔っ払ったような感じで こんな感じでね、って感じでなんか剣もほろろ言葉にもならないようなそんなねまあ動画が今でも残ってるんですけども、中川さんどうしちゃったのかなみたいな感じでしたね。でそこをマスコミとか国民は酔っ払って会見に臨んだっていうふうに解釈したんですよね。まあそういうふうに見えましたから、で酩酊会見ということで信頼を失って失職して、で議員という立場も失ってですね、それから中川翔一さんという名前で花を育てるところがね、日常の生活がテレビにピックアップされたんですけども、その次に私たちの元に届いたのは中川翔一さんの訃報だったんですよ。若くして自らお亡くなりになったということなんですよね。実は中川翔一さんのお父さんも当時将来はね総理大臣になるんじゃないかなって言われたぐらいの大物で、この国の改革を中央で進めてきた方なんですよね。でもやっぱり自殺されました。それと符合するように日本の金融を救うべく、日本の国家を本当にね日本人に取り戻すべく立ってくださった中川翔一さんも、おそらくこれは毒を盛られて、自身に追い込まれたんではないかなというふうに私は思ってるんですよね。で今回ですよ、中川翔一さんと中川翔一さんの、ね、お父さん、この行く末を間近で見ていた麻生、現在でいう金融大臣ですね、麻生太郎さんですけども、この方はもしかしたら恐怖を人質に取られていて、今は立場を持った時に私たち国民に厳しい政策をしかね打ち出せなくなったんではないかなと思うんですよ。でこれはね見方を変えるとロボトミー手術っていう風な脳の変換手術を受けた恐れもありますね。人格変更手術ですね。まあそういうこともあり得ると私は思ってます。でちなみに安倍総理なんですけども、安倍総理はね実はね国民のためにものすごく財務省に対しても抵抗してくれたんですよ。で、野党の追及にもめげずにね、多少強引であったんですけども、数々の法案を通して私たち国民のために尽くしてくれたところがあります。ただ残念ながら奥さんですよ、安倍昭恵さんは森友問題を中心としてですね、安倍総理の足を引っ張ることばっかりやって、で証人喚問にも出ないと雲隠れしているということで、安倍総理はどんどん追い詰められていって、それが精神的な疲弊にもつながったんではないかなと思うんですよね。まあ、必ずしも安倍総理の味方をするわけではなくて、私も結構ね安倍総理を信頼しながらも叩くような動画を結構出してましたけども、でも根本的に安倍総理っていうのは日本を良くしたいなっていうおじさんだと思うんですよ、本当気の良いね、ところがですねいろんな状況からそうはいかなくなったということで、最大限の結果っていうのが、実績っていうのがアベノミクスの3本の矢が、3本目はね降りてしまったんですけどもね、そういうことだったのかなと思いますね。で菅総理もねちょっとこう官僚に対して結構ねきついです今、そういうふうに見えます。これはそのうち財務省に対しても向けていくんじゃないかなと私は期待してるんですよね。菅総理は財務省を打ち倒して、で現代貨幣理論を世代が変わる頃には私たちに引き渡してくれて、そして去っていくんじゃないかなというふうに思うんですよね。そのためには最初はですね批判を浴びながらでも、理解されないかもしれないけど孤独な戦いがあるんじゃないかなと思ってます。さあいろいろと話しましたけども、結局ねその麻生財務大臣がなんで変わっちゃったのかっていうと、これはやっぱりね闇の勢力と言わせていただきます。あえてね闇の勢力によって脅されているところがあると思います。目の前で何人かの政界人財界人が殺されていくところを見て、やっぱりね、思うところがあったんでしょうね、そういった影の組織の指示を受けて私たち国民に辛い指示を出さざるを得なかったのかなというふうに思いますけども、ただね政治家ならばそういうところで命を捨てて国民を守ってほしいなと思います。赤木俊夫さんというね財務官僚の方いらっしゃいましたけども亡くなりましたよね。で人の命をね、人の命に対して死んでもやれっていうのは酷なんですけども、政治家っていうのは
公務員ってのは、命は確かに惜しいけども、ささやかなその義務を果たすためにその職位についてるんだと私は、押し付けがましいですけどね、期待したいなというところはあります。身勝手で申し訳ないですけどね、我々国民の血を、踏み台にしてその地位にとどまるのはあまり良くないかなと思いますね。ちょっとね、難しいことを言いましたけどすいません。イコさんの言われてることよくわかりますんで、ね、これからもうちょっとね噛み砕いて具体的に少しずつですけどね、動画削除されますんで私の場合はですね、この陰謀論についてもまた議論を戦わせていきたいと思います。曖昧な表現で申し訳ないですけども、次回からはね、裏付けのない話ということで、占いというタイトルでまたお送りしたいと思います。では失礼します。ありがとうございました。